鳥取に J リーグが戻ってきました。2020明治安田生命 J3 リーグ第2節ガイナーレ鳥取対 FC 岐阜の試合をお楽しみいただきます。ではスタメンです。まずはホーム鳥取のスタメン予想フォーメーションです。ゴールキーパーは13番の田尻、そして3バックです。右から上松、井上、石井、ボランチは三沢と蟹のコンビ、右小牧、左は魚里、ワントップ、今夜が J デビュージョアン・デルソン、シャドウに酒井と新井光です。ではアウェーチーム FC 岐阜のスタメン予想フォーメーションです。開幕戦と全く同じスタメンです。ゴールキーパーは松本拓也、秋田から加入1年目、4バックです。右から藤谷、甲斐、橋口、柳沢、甲斐は鳥取フルス対決です。ボランチは長島と三島、右は富樫、左は相原のワイド、元日本代表のフォワード11番の前田良一と川西が2トップという 4-4-2 の予想フォーメーションです。小牧、中央から右に開きます。ジョアンが開く、ジョアン・デルソン1回戻します。スルー、酒井ワンタッチ、さあ三沢、三沢の右足、クロスバー、ナンバー8のこの男がなかなかハードヒット、もう一歩というシュートでした。右サイド、同サイドでのパス交換です。上松が残ってます。岐阜の攻め手はこの川西、まだ前田は、今前田が上がっていった、さあその前田か、その富樫だ、その前に富樫、おっと富樫だ、富樫のシュートは決まりました。前半の15分、キーパー田尻が出たところ、先制富樫、裏へのボールからキーパー田尻が抑えきれませんでした。そこをかわして、その前に石井もいたんですが、0対1。新井光、左を使って魚里、ようやくリズムが出てきました。魚里です。右足で上げるか、中央だ、新井光の左足、キーパー止める、ナイスキーパー松本拓也。開幕戦もこの松本が何度も好セーブを見せました。いやー、天を仰いだ新井光、出して上がる、ここ魚里マッチアップ、ただコンビで抜いていきます。岐阜中央、川西と前田が中央で待ってます。その前田の向こう側です、相原ヘディング、決まった、0対2、この時間で決まった、相原0対2。前半の44分、対角線の長いクロスで、これ打点も高い、ギリギリのところを押し込んでいきました。かなり距離があったヘディングだったんですが、決めていきました。上松は左足で上げてくる、バーサイド、ちょっと精度変えたか、落とした、そしてかわして、上松、荒井光が打てるか、カニの左足、ジョアンデルソン林来る、そして酒井大輔、酒井大輔加入後初ゴール、結果を出しました。今季期限付き移籍で加入した酒井大輔、各年代の日本代表のこの男が見せました。持ち直して右で上げるか、三沢です。中央からミドルがあるぞ、カニ、しかしここは窮屈、流して小牧が上げてキープして、荒井シュート、しかしブロック、三沢のシュート、またブロック、その後打てるか、酒井、決めた、同点、同点、酒井が今夜2点目、2対2、後半の12分、石野屋、そして二の矢入らず、その後酒井がボールキープ、ここで足を出していきました。酒井が今日は2ゴール、元気に動き回ります。前からプレス、サイドを変えて、さあ川西、ボックス入ってきた、川西打てるか、正面打ってきた、決まった、川西正面突破、川西3点目、岐阜2対3、後半の18分、サイドからボール入って、自分で反転してディフェンスかわして右足打ってきました。2対3です。ここは石井を振り切りました。ハモンがボールを持つ、さあハモンスピードがあります、前の意識が強い選手、ハモン倒されて笛はありませんが、まだ持った、さあハモンだ、右は選択、
さあどうだ、中央はフェルナンジーニョ、シュート打った、田口、田口の2戦連続ゴールかという右足でした。今度は正確な右足左足があります。その左足がワンフェイク入れて切り返した、上げてくる、シュートか、シュートは決まるか、とポストの右だ、すり抜けていきました。惜しいシュートが後半立て続けにこの時間帯続いてます。鳥取時間がない、追加タイム5分を過ぎました。ここで笛です。試合が終わりました。岐阜勝ち越して2対3、勝利をもぎ取って今シーズン岐阜が初勝利を挙げました。鳥取はあと一歩追いつくことはできませんでした。